かしこ島ま。か島島は、三重県島市の阿護湾内にある有人島。奥島観光の拠点である。2016年、平成28年1月末現在の人口は98人。阿護湾に浮かぶ島で最大の面積があり、本州との間は10メートル未満である。近鉄島線が本州から島内に入り込み、島中央部に終点かしこ駅がある。島内には、 島マリンランド、島観光ホテル、賢島放送園などのレジャー施設、賢島港などがある。このほか、大手企業の保養施設も島内には点在している。江戸時代の指出町には、賢山とある。当時の農民が、干潮の時、本州から、徒歩、古語では、ちといった出島に渡れたため、勝越島と呼ばれたものが、名まって、賢山、賢島となったとされる。 現在の漢字表記、かしこ島に改められたのは、鉄道開通の時である。かしこ島という金書きでは、関係者が困るという、理由から漢字が当てられたのであった。かしこ島に人が住み始めたのは、さぬき岩星の石族、石族、矢尻が発見されたことから、縄文時代と考えられている。島内からは、古代の青縁跡も発見されている。しかし、 あとに、無人島となり、1929年、昭和4年に、島電気鉄道、現在の近鉄島線が開通するまで、島内は、松林と水田が見られる程度だった。島内には主に旅客を扱う賢島駅と、貨物専用駅の新住港駅が置かれた。鉄道開通と共に開発が行われたが、当時は、宿が1軒と商店が数軒だけという状態だった。 鉄道開通により、鹿児島は、新珠養殖資材の発散基地としての性格を持った。1946年、昭和21年の伊勢島国立公園指定。1951年、昭和26年の島観光ホテルの開業を機に、近鉄による資本を中心として、観光地化が進んだ。特に1964年、昭和39年6月。 近鉄は社内に伊勢島開発委員会を設置し、伊勢島総合開発計画を策定、戸場地区と島地区での開発を企画し、特に島を重視した。そして1970年、昭和45年の日本万国博覧会、大阪万博に合わせて、名古屋、大阪方面から島線へ、 近鉄特急の直通運転を実施することとなり、島線の期間を1 6 7 m m から 1435mm に改めることにした。その影響で1969年、昭和44年に新宿港駅が廃止となった。一方、地元では密食による病気の発生、水質汚染、世界的な新珠価格の暴落を背景に基幹産業であった。 新需要職業の社用化が見られ、島民の中には観光業に転じるものが出現した。さらに1968年、昭和48年には、島用水の整備で、水不足問題が解消され、観光地発展の素地が整った。こうして、近鉄系列の宿泊施設や島マリンランド、住民らが経営する旅館、民宿の立ち並ぶ観光地、賢島が形成された。 1987年、昭和62年には、男は辛いよ虎次郎物語のロケ地に選ばれ、多くのファンが鹿児島を訪れた。現在では、島地域の観光拠点として定着し、年間1260万人、1992、離島時計年報によるの観光客が訪れている。2015年、平成27年6月5日、2016、 先進国首脳会議、伊勢島サミットの会場になることが決定した。これを受け、賢島駅前に、臨時警備派出所が2016年、平成28年2月16日に設置された。同年5月21日から5月28日まで、入党規制が敷かれ、ID カードと車両証を持つ関係者以外は、入党できなくなった。サミットからちょうど1年となる2017年、 平成29年5月26日には、伊勢島サミ記念館、サミエールが、賢島駅2階に開館した。賢島港は、三重県島市阿護町新名賢島にある、地方港湾。島電気鉄道、現、近鉄島線の開業に合わせて1929年、昭和4年に個人が資材を投げ打って開港した。1953年、 昭和28年9月22日に地方港湾指定。港湾は、賢島周辺の横山島、多徳島を含む海域200ヘクタールで円形をしている。現在は定期船や観光船の就航する島市の海の玄関口である。輸出入及び輸出は、核年次トモレトン、移入物は、全量の汚水産品。島マリンレジャーにより、以下の航路が運航されている。 また、賢島遊覧船組合による、賢島台とも山間の遊覧船もある。賢島の対岸にある阿護町新名地区、特に、三重県道17号浜島阿護線沿線も一般に、賢島と呼ばれる。企業の保養所や別荘が数多くあり、ゴルフ場、近鉄賢島カンツリークラブも整備されている。賢島対岸の別荘地は1960年代の近鉄による、 伊勢島総合開発計画に基づいて63ヘクタール300区画が整備され、1969年昭和44年9月のゴルフ場開業と同時にゴルフ会員権付きで分譲された。1970年昭和45年には、賢島スポーツランドを別荘地内に、島マリンランドを賢児島,島島内に開業し、別荘地と賢島を結ぶ賢島大橋も、 近鉄資本で建設した。企業の保養所は1995年、平成7年時点では97件存在したが、2009年、平成19年には実質稼働している保養所は20から30件程度まで減少し、一部は素泊まりの宿泊施設に転用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。